高級な時計を買いました。ではちょっと紹介してみます。銘柄はオメガですね。オメガ、これまでセイコーのあのダイバーウォッチを使ってました。これソーラーで充電できて、チタンでできてる、軽くてとてもいいんですけど、ちょっと電池の問題はないんですけど、日付がですね動かなくなりました。もう一つセイコーのキネティックも持ってるんですけど、それはちょっと古くなっちゃって、充電池のもう寿命が来たから、フル充電しても使える時間がかなり短くなってしまいました。でちょっと今回奮発してオメガの時計を買いました。それではちょっと紹介します。これが保証書じゃなかった、説明書ですね。各国の言葉、いろんな国の言葉で書かれています。でこれが保証書になるのかな、そのこれ革ですね、これカードです。2枚カードが入ってて、この多分なんとか製造番号が書かれてるのかな、あと購入した日付、さすがに高い時計だけあって、立派なものです。ではこれが箱です。木の箱、さすがに高い時計だけのことありますね、立派なもんです。では開けてみましょう。ここを押す、じゃじゃーん、はい、出てきました、オメガ。これです。これなんだ、あ、ここにはこういう袋がついてますね。袋、さすがだな。ではちょっと時計を、はい、これです。私はよく知らないんですけど、2つぐらい前の007でジェームスボンドが腕にしていた時計だそうです。自動巻きですね。裏はこんな感じ。もうちょっと明るいところで撮ればよかったけど、私撮影機立派なものがないんでですね、これです。それでこれはちなみに日本国内の空港の免税店で買った、正規輸入品です。並行輸入品よりは10万円ぐらい高く買ったのかな。ただデパートで買うよりは10万円くらい安く買ったと思います、買えたと思います。別に並行輸入品が良くないってわけじゃないんですけど、ちょっと不安があってですね、正規輸入品、まあ、10万高く買いました。まあ免税店ですから、デパートよりは安くて良かったかなと思います。並行輸入品が別に偽物だと言ってるわけではありません。ただまあどこから来たかっていうのがちょっとまあ分かんないんで、こういう買い方をした方が安心かなと思いました。まあそんな感じですね。もっと良い撮影のための設備を持っていればもっと綺麗に映るんでしょうけど、まあ持ってないんでしょうがないですね。こんな感じです。アップ。